プランタンプランタンイオングループ大英、プランタンプランタン、銀座プランタンは大英グループの百貨店事業における店舗ブランド。本校ではこれらの店舗のうち一部が解消し、現在はイオングループの店舗ブランドとなっている家庭プリについても述べる。大手、スーパー大英が百貨店事業に乗り出すために1980年3月に フランスの百貨店プランタンと提携調印し、同年4月に合弁会社をプランタンジャポンを設立。1981年3月6日に1号店として、兵庫県神戸市三宮に出店したのが、日本のプランタンの始まりである。その後、新札幌、南波と出店。1983年には大英子会社として、 プランタン銀座を設立した上で4店目を開業した。この他、オプランタンジャポンの完全子会社のプチプランタンが、婦人服、雑貨を取り扱うプチプランタン三軒者屋などを展開したが、オプランタンジャポンの経営悪化が響き、1989年に大英紙会社のロベリアへ合併された。開業当時は華々しかったプランタンも、 展開を開始した1980年代初期は銀座を除く3店舗は不調であり、1983年2月期にはアラモアナセンターの投資負担などもあって、初の連結ベースで160億円もの赤字を出し、大英内では PCB 企業問題と言われるまで経営悪化に陥った。大英は地域の運営部門が商品供給と管理業務を行い、 手こ入れを図る方針を採用するが不発に終わってしまう。そこで、三宮、南場の2店舗を大英直営に、新札幌を大英市会社の北海道大英に移管して、合弁会社を生産することで負の流れを食い止めた。これにより、オプランタンジャポンが生産された。オプランタンジャポンを生産後、大英は市川、神戸本館、金沢八景、甲子園を出店している。 2000年3月には、ダイエーとプランタンで結ばれていた、プランタンの名前を使用する許諾契約が満了するのに伴い、最後まで現存していた銀座を除く2店舗を、カテプリに、名称変更した。プランタン銀座は、運営会社のプランタン銀座がダイエーとは別に称号、及び商標の使用契約を結んでいたため、カテプリとはならなかった。ダイエーとしての、 プランタンの終焉は、大英の経営悪化による売却である。2002年6月14日に、読売新聞社へ、プランタン銀座の株式が売却されたことで、大英グループから離脱。これにより、大英グループで、プランタンを名乗る店舗が消滅した。プランタン銀座は、その後、2015年12月15日に、プランタンとの称号を及び、 商標の使用契約を2016年12月末で終了することが発表され、2016年12月31日に閉店したことで、日本国内からプランタンの名を掲げる店舗が姿を消した。日本一号店のプランタン三宮であった三宮大場、兵庫県神戸市中央区北海道札幌市厚別区、詳細は、 エスカールナンバーを参照大阪府大阪市中央区名称プランタンナンバビル詳細はプランタン銀座を参照東京都中央区千葉県市川市旧金沢八景プランタン神奈川県横浜市金沢区名称金沢八景ショッピングセンター兵庫県西宮市名称甲子園東洋ビル北海道石狩市神奈川県 川崎市神奈川県横浜市大阪府堺市福岡県福岡市福岡県中間市大英グループ時代のカテプリ新札幌カテプリはイオンモールの運営するショッピングセンターの店舗名。カテが品質、プリが価値を意味するフランス語による合成語である。2015年9月にカテプリ新札幌がイオン北海道に営業場とされる形でイオングループのブランドとなった。 元は大英の百貨店事業の店舗ブランド。プランタンと大英で結ばれていたプランタンの名称を使用する許諾契約が満了することにより2000年3月にブランドが転換された。転換時点で3店舗が営業していたが、このうち大英直営であった新札幌大英に事業集約された難波がカテプリに転換された。銀座は 関連会社のプランタン銀座が独自の許諾契約を結んでいたため存続した。現在は北海道札幌市のカテプリー店舗のみである。ありがとうございます。